ですけど、1年に1回しか使わないからちょっと毎度新しいのにはちょっとできなくてちょっと去年と同じ飾り付けなんですが、はい、準備をしました。ありがとうございます。ちょっとね、あと30分ですか、あと30分で24歳になるということでね、皆さんと一緒にカウントダウンをしようかなって、はい、思います。風船は去年のはさすがに使わないです。24歳になるので、そうだ、今年ちょっとちっちゃい、いや大きいのもあるんだけど、ちょっと膨らませるのが面倒だったじゃあ逆にどこで使うねんって話なんですけど、大きいのもあるけど今ここにあるのはちっちゃいので、これはこの前何でしたっけ、スタコレスタコレのバースデーパック、あ、多分明日発売されるんですけど、そのスタコレのバースデーパックの写真撮りに行った時に膨らませたやつ、意外とね空気抜けてなくて、はい、そのまま使い回し使い回し、まだいけた。そう、その時に買ったやつ、ちっちゃいのなんだけど、大きいのもあるんだけど、まあ大きいのは明日じゃあ膨らませようかな、はい、あ、確かにね、そう、背景結局私も誕生日仕様にはならなかった、やっぱそうなんだ、なんでなんだろう、なんか登録しなきゃダメだったのかな、結局私も通常背景だわ。でもこれ大丈夫なの知ってるなんかマリアさんもナナミも背景このままだったけど、ちゃんとひまたぎ配信できてたことを私目で確認してるから大丈夫、きっと年は越さなら、違った日は越せるはず。はい、ね、誕生日ギフトはあるのか、当日自動で切り替え、あ、そうなんだね。なんかさ、今までさ3日前とかさにはもうなんか誕生日背景、前後3日間とかね誕生日背景だったけど、そうなんだ、なるほどね。まあいいけど24時で切れてもだってなんて言ったって明日みんなとお祝いできるから、いやこれがねやっぱね嬉しいですよね。その誕生日になる瞬間をね、まあ例えば24時で切れたとして、祝えなかったとしてもね、もう明日会えるという確証があるだけでもう本当に、はい、嬉しいですよ本当に。24歳初日に皆さんに会えるのとっても楽しい。明日仕事なし、あら残念。でもじゃあ24歳のミユには絶対いつか会いに来てねいやそれが本当に嬉しいですね、当日会えるのが、うん、とりあえず手元にビール準備。ねえずるいって、私はそれした瞬間にバンされて終わっちゃうから。24歳、私はいちごミルクをご用意しております。みんなちょっと用意しといて、日あの24歳になったらみんなと乾杯するから、はい私はいちごミルク準備してるからみんなはいいけど飲んでもみんなは飲んでもいいけど、いちごミルクという名前、いちごミルクだよ、カルピスといちご練乳、かわいい。これ今日朝も飲んでたんだけど、新しいのもう一本買ってきた。見てパッケージもかわいい、ちゃんとほらちゃんとジュースほらちゃんとジュース、今日2本目、これでもなんか今日、そう、あの私この後ケーキを食べるんですけど、誕生日迎えたらケーキを食べるんですけど、今日ねヘリオル公園だったから1日さあの家にいなかったから、そのケーキを買いに行けなくて、そうだからママにちょっと宅配をお願いして、私の公演の間にママに家までケーキを運んできてもらったんですよ。
で後でまあそのケーキみんなと食べるんですけど、でそのケーキと一緒にお酒も入ってたお酒も入ってた。そう、私がね、なんかもしかしたらもう売ってないかもしれないんだけど、私がめっちゃドハマりしたお酒があって、でも全然売ってなくて、でなんかママにこれ好きなんだけどもう売ってないんだよねって言ったら、うちの近くに売ってたよってそうちょっと前に知らせてくれて、買ってきてくれて、多分それを届けてくれた。そうなんですよ、違います、全然スーパーとかで売ってるやつなんですけど、なんだったっけ、あ、なんだったっけ、忘れちゃった、好きとか言っといて忘れちゃった。だからね、もう売ってないんですよ、もう売ってなくて、ね、あ、これです、そう、キリンのクリアサワー、キリン特製クリアサワーっていう 9% のやつ、それがめちゃ好きで、てかめっちゃ美味しくて、 9% なんだけど全然 9% じゃないとはそう、私どっかで言ったっけ、ちょっと前になんか言ったかな、チャットかな、チャットかな、忘れたけど、そう 9% なんだけど全然 9% じゃないんですよ味がめっちゃ美味しくて、でもなんか期間限定らしくて、そうだからもうあんまり売ってないの。なんだけどちょっと前、2週間前ぐらいかな、ママにそれで聞いたら売ってたって言ってたから、そう、それをくれました。そう、え、うん、いや、なんか普通普段だと 9% 結構売ってなっちゃうんですよ、そう、アルコール感が強すぎて、 7ぐらいがちょうどいい缶チューハイはじゃあ9だとちょっと強すぎてうってなっちゃう、アルコール感が強すぎる、なんだけどこれは全然 9% じゃなくて全然 9% じゃなくて、そうだからね、そう、めっちゃ好きなんです、それをくれましたそうなんです、あとケーキとね、うん、そうで、ちょっともう嫌だ、その誕生日前にそんなお酒の話しないでで今日のね、公演ありがとうございました、ヘリオル公演、23歳最後の公演だったんですけど、え、そうな、今日さ朝から本当にくしゃみが止まらなくて、結局お家に帰ってきてからも全然、今やっとちょっと落ち着いたぐらい、なんかなんでなんだろう、なんでこんな大事な最後の公演に限ってくしゃみが止まらないんだろう、え、本当にさ MC 中もくしゃみが止まらなくて、そう、なんか歌ってる時もめっちゃ鼻がって鼻がってなってて、寒暖差かな、そう、私寒暖差アレルギーでも、なんかさ寒暖差アレルギーなんだけど、だいたいいつも朝だけとか昼間には治ったりするんだけど、今日は本当にダメで、そう、なんでだろう、でもやっと落ち着きました。MC 中後ろ振り向いてたのはくしゃみしてましたくしゃみしてました。そう、やっとちょっと落ち着いたんですけど、明日はね一日こうお話しするから、明日は落ち着いてるといいなと思うんだけど、そうなんですよそう、お見送り中も、そうなの、お見送りしてる時にさくしゃみ出そうでさ、まずい、これはまずい多分めっちゃブサイクな顔しちゃったなんかさ、そのお見送りのタイミングでさくしゃみしちゃったら、それはその飛沫的な問題もそうだけど、そうじゃなくてその瞬間だけさお見送りできなくなっちゃうじゃないですか。
なんか後ろとかさ振り向いたらその人帰っちゃうじゃないですか。なんかそれでさ後でさなんか自分だけお見送りしてもらえなかったみたいになったらすごい嫌じゃないですか。くしゃみのせいなんだけどそう、いやくしゃみ中列止められたらそう、それはそうすればいいんだけどさ、でもみんな急がなきゃって なっちゃうじゃない。そうだからそのくしゃみが出そうでもお見送りはしなきゃいけないっていうそのね、そう思考でどうしようどうしようってなった結果すごいくしゃみを我慢しながらお見送りしてて絶対ブサイクな顔してたいや本当にめちゃくしゃみ出そうってなってた。なんでだろう、みんながやっぱさ今日一日私のこと考えてたからだと思うな。だってアレルギーの薬飲んでも治らなかったんだもん今日。アレルギーじゃないのかな、アレルギー、なんかアレルギー性鼻炎もあってその薬とか。でもそれで効かなくて、最初昼公演前にそれ飲んだけど効かなくて、で昼夜の間にスタッフさんにちょっとお薬を買ってきていただいて市販ので、昼夜公演前にそれ飲んでやったんだけど、だから夜はちょっと落ち着いたけど昼よりは、でもなんか全然治んなくて。そうなんですよ、やっぱだからみんなのせいだオンライン繋がった瞬間にくしゃみ入れたこと、もうそれは本当に。でもオンライン中も本当にくしゃみ出そうな時あるいつもでもさオンラインはさ、オンラインはもっとまずくて、っていうのもお見送りはさ、例えばさくしゃみ出そうってなったらもしかしたらみんなが一旦止まってくれるかもしれないけど、オンラインは止められないじゃないですか、勝手に始まっちゃうからだからめちゃくしゃみ出そうって思った瞬間にオンラインついちゃったらまあそうなっちゃうよねってうん、そうだね、レアだねそう、お見送りよりももっとまずい、オンラインは勝手に始まっちゃうから。そうなんですよ、しかもね今日はねくしゃみもずっと一日止まらなかったしね、あの夜公演紙飛行機投げたんですけど壁にぶっ刺さっちゃって大焦り、めっちゃ焦った今日はさあのいつものオリポジだったから、オリポジで紙飛行機、まだ2回目なんですけど、そうで、あのその私のポジションは上手の花道に行って投げる人だったので、今日は夜公演は満席だったからちゃんとその上手の端っこにもお客さんがたくさんいらっしゃって、あこれは紙飛行機飛ばしたらめっちゃいいめっちゃみんなにチャンスあるって思って思いっきり投げた。しかも私は左利きだから、普通さ左手でマイク持って右手で踊るんだけど、紙飛行機を投げる時はわざわざマイクを右手に持ち替えて、紙飛行機を左に持ってちゃんと利き手で投げるようにまでしたんですよ。ここまで準備をして、よし上手側の皆さんに届けって投げたらさ、グイーンって曲がって壁にぶっ刺さっちゃったびっくりした。そう、みはるさんもしかも同時に、みはるさんは今日が通常公演ラストだったから3つ投げたんですよ。でそのうちの1個が天井に刺さっちゃって、わかる、そんなことあるみたいなそれはあのお見送りの前に安藤さんが撮ってくださってもう1回投げました。でもそのお見送りの前にもう1回投げたんだけど、それもやっぱねすごい今日は左に曲がっちゃって。そうなんですよ、右で投げればよかった、確かにね。でもいつもさ右で投げたら右に曲がっちゃうからさそうなんだよ、今まではいつもこう右に曲がっちゃってて、この前平日公演だった日かな、この前はめっちゃ綺麗にまっすぐ飛んでったんですけど、そう紙飛行機になってから安藤さん仕事増えて、確かにもう3回、マリナさんの生誕の時と今回は2期2期、確かに完全に仕事を増やしてる、申し訳なさすぎるそうだ、そうでも今日は曲がっちゃいましたね。そうあ、そう、後でもそうなのよ、後でのホースも外れちゃってさ、踊ってる最中びっくりしちゃった、途中ブーム振り回しちゃった
そうなの、今日初めて劇場ね、ありがとうございました、嬉しい、また絶対来てください。いや嬉しいですね、初めての公演ありがとうございます。そう、なんかホースがね、このさ後でのリュックにさこうくっついてて、なんだけど2サビ終わりぐらいに途中でなんか後ろでブラブラしてると思って、踊ってる最中になんだろうって思ったらホースがビャーンってなってて、あーこれはもうどうしよう、でもこのまま踊っても絶対邪魔だと思ったから、持ちながらこうやってブン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 って振り回してたんですよ。で、あの僕の状況なんてでさ、あのレイちゃんの後ろに隠れるじゃないですか、その時に持ったらなんかその長さをすごい見誤っちゃって、自分の顔面に激突するって、レイちゃんの後ろでうわってなった。そうなんですよ。そうでもね、あれね、ホースね、何回か前もね取れちゃったんだよね。そうあれね、なんかこうすぐ止められるんですけど取れちゃう。うん、でもめっちゃ楽しかった。で絶対あれさ、後でってさこういうマイクじゃないですか、ヘッドセットだから、なんか私途中で撮れてることに気づいて笑っちゃったんですよ。笑い声絶対マイクに入っててヘッドセットだったことを忘れてて、なんかあ撮れちゃったみたいな、あはははみたいな、笑ったら笑ってる声がマイクに入っちゃってることに途中で気づいてやべってなりました。絶対、いや DMM も入ってるかもしんない、笑っちゃった、すいません。ちょっと後でじゃあアーカイブを見てみてください。飛行機がぶっ刺さっちゃったのと、え絶対聞こえたよね、私も自分で聞こえたもん、マイクを通して。笑っちゃった、真面目にやれやって話なんですけど、ちょっと楽しみすぎちゃったね。楽しみすぎちゃってホースぶん回しちゃった。邪魔なんて言ってないよ。あそうなの、たんたんたんのが邪魔な、えってか邪魔なんて言ってないと、れいちゃんがさ私のこと押すじゃないですか、その時普通にこけて、なんか多分夜公演だったかな、こけて一瞬だけ、えもしかしてこけたのが原因、こけた時に勢いで取れちゃったかな。そうちょびっとこけちゃいました。だしその一日ねくしゃみが止まらなくて、でなんかあの鼻声になっちゃうからさ、そのなんて言ったらいいの、いつもの声よりもちょっと高くした方が喋りやすかったの。なんかいつもの声にしちゃうとすごい鼻声が目立つみたいな、だからいつもよりもちょっと高めの声で喋ってて、今日公演中その歌声もだから多分いつもより高くなっちゃう、だから空き缶とかは逆に低い声ちょっと今日出せなかった、あともう鼻水もってなりそうでなりそうだったから、そうちょっとできなかった。自己紹介の1戦目が高くて、いやもうそうなのよ、もう高くしないとできなかった今日は、はい、鼻の調子が良くなかったですね、23歳最後は残念ながら。そうもう鼻声に耐えてた。逆にゆうはさんは声低めで、あ本当にどうしたのゆうは、でも喉の調子ね、みんなやっぱ季節の変わり目だから風邪かな。いや私今風邪ひいたら困るんだけど、絶対に風邪じゃない、やっぱさ病は気からっていうじゃないですか、私はこれは絶対に風邪じゃない、こう今日はみんなが私のこと考えすぎた。これは絶対に風邪じゃない、これ風邪だとしたら終わってる、はい、風邪だと思ったら負けなんで、はい、風邪じゃないですこれは。そういや生誕祭までね元気にいかないと、
だって今日朝から R1 も飲んだよ。昨日の夜もヤクルト1000、今ダブル体制だから私夜にヤクルト1000飲んで朝 R1 飲む生活してるんだから。昨日からだけど間に合わなかったかな、もしかしてそうだからみんなも本当に気をつけて、明日会えても生誕祭会えないとか、ね、そう、しかもそれがその外れちゃったとかじゃなくて体調不良でとかってなったら困るから、みんなも体調気をつけて。そう、あと生誕祭、あ、そうだね、そうだ、誕生日あと10分、あと9分で誕生日迎えるんですけど、そうだ、お誕生日迎えた瞬間から生誕祭の申し込みが始まるんだったね。そうでした、そうでした。じゃあみんなもう日付が回ったら生誕祭申し込んでくださいそうだった、そうだったぜひ申し込んでください。あ、そう、それとあとさ、昨日さ、昨日最後の方にちょっと匂わせ、最大限の匂わせしたじゃないですか。そしたらもう今日告知されてたわそう、あのみんなのことを3週連続で呼んじゃうかもしれないっていう話をしたんだけど、なんとですね、去年参加させていただいたあのキャンプセブンの映画の新潟での上映会がようやく決まりまして。そうなんですよ、それが11月の26っていうね、すごい横転横転エピソードだったでしょ、ほら予想できないやつだったでしょ、私は本当に聞いてびっくりしたんだってばいやさ、ずっとやりたいと思ってたよ、そのななみとさ、マナがやった時にさ、え、じゃあ私と帰りもできるかなって思ってたけど、ずっとなかったから、そうないかと思ってたんですけど、なんとここに来て、まさかの、いや嬉しい本当に、しかも帰りとだから。そうなんですよ、そうでもね、平日だし、なんて言ったって生誕祭の4日後っていう絶妙なねななみとマナは割とすぐだった気がする。そうなん、私たちは1年、私しかも撮影とか4月だったから、キャンプ戦もうすぐ2年ぐらい経っちゃうぐらいなんですけど。そうなんですよ、そう急に、でも嬉しい、やりたかったから。そう、生誕祭から連泊するにはちょっと間空いちゃうじゃないですか。そうだから、すごい県外から来てくださる方とかさ、3週連続みたいになっちゃうから、その明日のね、おしゃべり会も生誕祭もみたいになっちゃったら。そう、でもこうせっかくね、みゆかいりで上映会させていただけて、なんか DVD の表紙にもサインをなんか書かせていただけるらしいので。そうなんですよ、ぜひね、ご都合つくようだったらもうこれは来た方が、なんかその前回ななみとマナがやった時に参加されてたファンの方はすごい神イベだったっておっしゃってて、じゃあ私たちはまだどんなことするかよく分かってないんですけど、そう、でももうね、みゆかいりが集まるだけで素晴らしいから自分で言うな素晴らしいから、そうなので、ぜひお待ちしてます。ちなみに言うとですね、私なんとまだ自分でキャンプセブン見てなくてやっと新潟で上映会だとか言ってるけど、実は私まだ見てなくて、家に、実家には DVD あるんですけど、ママが買ってて、ママとパパが買ってて、家に DVD あるんだけど、なんか見るタイミングがなくて、まだ実は見てなくてだからもしかしたら私はその上映会で初めて見ることになるかもしれない、なんならなので、あのまだ見てないよっていう方もぜひ、はい、一緒に見に来てください。秋葉原の上映会見てないんですよ、自分で。そうなの、あの間にはいたんだけど見てなくて、ってことは新潟のも見れない、どうなんだろう。そう、見てないんです実はそうなんですよ、でぜひお待ちしてます、そちらの方も。やば、あと5分で23歳終わっちゃうわ、あと5分だ。そう、もうだから、もしね、3週連続新潟
ぜひっていう方は受話会もお待ちしてます。今から23歳振り返る、あと5分で私が振り返られるわけなくない？23歳をいやでも本当にね、でも23歳はその生誕祭でね言ったビスのレギュラーモデルとシングルのセンターを叶えられたことがやっぱ一番大きかったんじゃないかな、うん、なんかその2つって本当に簡単に叶えられることではないし、私も叶えられる、なんだろう、絶対に叶えられると思って言ったわけではないというか、そう、もちろん大変、絶対それを叶えるには絶対に大変だって分かってるけど、でもなんかこうやって応援してくださってる皆さんとだったら叶えられるかもしれないって思ったから口に出せたこと。なんか私はなんか目標とかあっても自分が絶対にいけるっていうところまでいけないとなかなかこう口に出せないタイプの人間なので、それこそ目標をねなんか掲げるってもちろん大事なことだけど、そう簡単にむしろこんなに大きいね目標を口に出すっていうのはすごくまあ勇気のいることだったんですけど、でも絶対にみんなとだったら叶えられるなって思ったし、叶えたいなって思ったからあの場で言ったわけで、でもそれを本当にちゃんと叶えられた1年だったので本当に良かったね。4が倒れてきちゃった。まだ24歳じゃないからね。そうだ、私クラッカー鳴らすんだ、誕生日回ったら。時計出しとこう。ちょっと時計探せないですクラッカー鳴らします。わかる、ご近所迷惑にならないように一発で鳴らすね。そういうことじゃないか。わかる、ごめんなさい、クラッカー鳴らしますフフフ、一緒にお会いするの初めてだから。いや嬉しい、ありがとうございます。先週の日向祭りみたい。そう、あのデカバズーカ私もやりたいわかる、私もあのデカバズーカ憧れてたけど、さすがにこれ家でやったらこれはダメすぎると思って、ちっこい、むしろしかもこれ散らばんないやつ、超いいやつ超いい散らばんないやつだから、あああああともうちょっとそう、本当はあのデカバズーカやりたい。いや本当に改めて皆さん23歳も本当にありがとうございました。たくさんたくさんお世話になりました。24歳も一緒に楽しみましょうね。ありがとうございました。え、嬉しい、明日、明日みんなに会えるの楽しい。あと10秒後ぐらいに10秒後に会えるわけじゃないけど嬉しい嬉しい。せーの、5、4、3、2、1。うるさめっちゃ耳キーンってなっちゃった。わーい、誕生日、めっちゃ耳痛いわー、すごいすごい、ハッピーバースデー、ありがとうございます。やったやった、お誕生日ありがとう、みんないっぱいありがとう、嬉しい、もうタワーが立ってる、ありがとう。ちょっと見れない見れない見れない、みんなの勢いがすごすぎて見れないよ。ありがとうございます、24歳になりました、わーい。山入りさんありがとう、 D さんありがとう、ヒロさんもありがとう、みんなもいっぱいありがとう、お祝いしてくれてありがとう。もうこれを追ってるだけで終わっちゃいそうなぐらい、あ
ありがとうございます。マサラさんもありがとう。名前呼ばれてない方いる？ありがとうございます。コメント直さなきゃ。あ、本当だ、もうすぐじゃなくてもう24歳になったんだった。本当だ。24歳に なりました。イエイ、ありがとうございます。みんなありがとう、お祝いしてくれてありがとうございます。みんなもありがとう、いっぱい。え、ねえ待って、かわいい、無理、かわいい。ニキドラのグループ LINE でお祝いされました。かわいすぎる、大好き。かわいい、ニキドラのグループ LINE でお祝いしてくれた、嬉しい、かわいい。ありがとう。日野も千秋楽頑張ってね今日。4人同時ではないと思うけど。嬉しい、愛だね、本当に嬉しいです。今日は帰りと私しかいなかったから、ニキドラ。そう、いつもニキドラめっちゃ机汚いんですけど、今日は2人しかいなかったから、そう、めっちゃ机がガラ空きで寂しかった。2人でめっちゃ使ってました。そうなんだよ。ありがとう、サマサンドさん、あ、ゆうきさんもありがとう。ありがとうございます。ごめんね、見逃してたら言ってね。ありがとう。ありがとうございます。そう、今日2期生は誰もいなかったんです。そうなんですよ。ありがとうございます。わーいわーい。よし、何する？何する、何する。24歳になりました。わーい。ついに私もおつぼね。おつぼねのさ、ボーダーラインって24なの？おつぼねのボーダーラインって24なのかな。24歳になっちゃったから。ありがとう、かつひろさん、ありがとうございます。わわ、すごい、何、ケーキ祭り、ケーキ祭り、ケーキ祭り、なになに、ありがとうございます。ありがとう、いたきんさん、すごい、ケーキ祭り、ありがとうございます。嬉しい、ありがとう。じゃあ乾杯しよう。わーい、ほらちゃんと、はい、ジュース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 、かわいい、24歳もかわいい。いちごミルク飲んでる。アイドル、アイドル。イエイ、見て、ピンク色の飲み物飲んでる、かわいい。ではみんな、みんなはいいよ、お酒飲んでも。ずるいな。ずるいな。いいよ、みんなはお酒でも一緒に乾杯してくれるなら。何かでわね、今見たよね、私ここから入れたよね、ジュースだよねこれ、ファミマで買ったよ。じゃあ乾杯しよう。なんて乾杯するんだ。お誕生日おめでとう、私。乾杯、ありがとう、24歳になりました。いただきます。かわいい、おいしい。嬉しい、ありがとうございます。みんなにお会いしてもらえてとっても幸せです。ありがとうございます。わーいわーい、ありがとう。
日は特別ビールが美味しい。ずるい。それはずるい。いいな。嬉しい、ありがとうございます。もうね、そう、今日日付変わった今日おしゃべり会ということで、皆さんとね、まあ、いっぱいお会いできるかなと思うんですけど、その誕生日当日だからおしゃべり会がすぐありがたいことに完売になって、申し込めなかったよっていう方がそう多かったみたいで、そうだから明日おしゃべり会耳の霊には行けないんだけど、ちょっと早いけど誕生日おめでとうって今日のお見送りとかでもそうたくさん言ってもらえて、でも誰よりも誕生日のお祝いが一番早かったのは私のおばあちゃんなんですけど、私のおばあちゃん今日の朝お誕生日おめでとうって LINE 来て、本当に面白い。そう、朝からおばあちゃんからみーちゃんお誕生日おめでとう、24歳大人になったねって来て、これはどうしよう、明日って言うべきなのかな、どうしよう。でもまあお祝いしてくれてるしな、まあそうだよね、うーんと思って悩んで、まあお誕生日明日だけどねって言わなくて、あえて言わずに普通にありがとうって、なんか今日もみんなにいっぱいお祝いされて素敵な一日にしてきてねみたいな送ってきてくれたから、いやありがとうって、公演頑張ってくるねって言ったんですよ。でも多分それでさ、私その後チャットちょっとさすがに面白すぎてさすがに面白すぎて、あのチャットにね、おばあちゃんから一日早くお誕生日おめでとうラインが来たって書いたから、多分それをさ、私のママチャット読んでるからさ、多分ママがそれを見たのか、でママから多分おばあちゃんに言ったのか、ごめん明日だったねって、その後訂正ラインが来て、おばあちゃんから訂正ラインが来て、そうで、あ、うんそうだよ、ちょっと突っ込もうか迷ったってちゃんとそう、あのもうお年寄りだからごめんねってきたちゃんとね、そう気づいてくれて、そうちょっと私は優しさで突っ込まないでおいたんだけど多分ママから聞いたのかな。そうでもすごい朝からめっちゃ笑いましたそうだから24歳誰から誰よりも早いお祝いはおばあちゃんでした、私の一日早い。そういやそう、なんかね、もうとにかくそのまあ今日もね、そのこのあと、このあとっていうかまあそうね、このあとおしゃべり会もありますけど、そのおしゃべり会でもそのもう申し込みが終わっちゃってて行けなかったとかもあると思うんだけど、とかまあスケジュールの都合で今日はどうしてもおしゃべり会に行けないとかね、もちろんいろいろあると思うんですけど、なんかもうとにかくもう日付も何でもいい、もうなんかいつでも誕生日でいい、もうなんならお祝いしていただけるね気持ちが本当に嬉しいので、そうお祝いしていただけるだけで本当に本当にとっても嬉しいので、はい、嬉しい、ありがとうございます。だから明日行けなくて、明日ってか今日か、行けなくてごめんねとか全然そんな風に思わないでください。はい、そう誕生日前後6ヶ月実演、それ夢なそう夢ね。なんかすごい熊祭りどんどんどん、何ありがとうございます、よしありがとう、てかなんとかそのすごいいっぱい種類があるんだね、ありがとうございます、嬉しい。いやそう、でも私はね、その今日がまあ誕生日でこのあと皆さんとおしゃべり会ができますけど、生誕祭は来週なので、まあここ1週間はまあ誕生日ということでいいんじゃないでしょうかねいやでも嬉しい、生誕祭もね楽しみですね。でまずは今日皆さんとお祝いできるのを楽しみにしてます。あ、そうケーキ食べなきゃ、ケーキ待ってて、ケーキ取ってきてもいい？ケーキ取ってくるからちょっと待ってて、よいしょ、
よいしょ。ママがね、そうママに宅配をしてもらったんですけど、ケーキの、そうケーキの宅配をしていただいたんですけど、可愛いケーキを選んでくれたんですよママが見てほしい、じゃん見えるかな、かわいい、おめでとうって言ってるきっとめっちゃかわいくない、おめでとうかわいいでしょ、だからこのケーキでちょっとバイバイしようと思うんだ。でもさ、ろうそくがなくてさ、見てこれはあるの、これでもこれかわいくない、でもろうそくじゃないんだよね24なんだけどろうそくじゃないんですよ、そうなんですよ、消せない、花火ならあるよ、花火まだ使えるかな、あのさ一瞬の花火の時の花火余ってんだよね、まだ花火いけるかな、花火余ってんだけど、じゃあちょっと先にね写真撮影用ね、これろうそくではない、ただの24スクショ撮っておいてこれでも後ろが、あ、こっち方がいいか、こっちの方が見えるかな、でもね、こお顔が見えないんだよね、君ちょっとなんか立てない、あ、無理だ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 、かわいい、ちょっと私も写真撮っていい私も写真撮ってもいい？これ後で送るね、このいちごちゃんの顔をさ写したいんだけどさ、めっちゃ真上から撮んないと写んないちょっとこの写真後でチャットかどっかに送るから待っててえ、花火いけるかな、ちょっと花火花火花火、ここにあるんですよ花火が、まだ余ってる花火が使えるかな、なんかしけちゃったりしてないかしら、やばい、このいちご、いちごくんがさ大やけどを負うかもしれないあ、待ってすごい邪魔、いちごくんが大やけどを負うかもしれないけど、あ、全然つかない、ハッピーバースデーハッピーバースデーハッピーバースデーディアミューミュー、花火しか映ってないやないかい何に花火がついてるかわかんないこれじゃ、ハッピーバースデートゥーユー、わーすごいすごい ろうそくってことにしておいてください、結構長いんだよねこれ、うん、激しい激しい激しい、恋はまるで青い花火、そこで見れば美しいけど空に花が咲いて、さあそれは桜やに光の後で時計の針まで止まっている、長い
しなのか、あ、終わっちゃった間に合わなかった。長いとかって調子こいてたら幻なのか、間に合わなかった。はい、というわけで無事に花火もつきまして無事に花火もつきまして、はい、いちごくんはやけど免れました。はい、頭の上に花火が刺さってました楽しい、ありがとう。じゃあちょっと、あ、待って、フォーク持ってくるの忘れちゃった。これどうやって食べんの、私手で食べんの。ちょっとフォーク、ちょっとこれ置いてくる、ついでにフォーク取ってくる。いやいいじゃん、ガブって、あー確かにね、そうだよ。ちょっとこれほらちっちゃめのホールケーキだからさ、いけるよ。じゃあ24話離脱。なんかガブって無理じゃない？ちょっとサイズ感が逆にね、ちっちゃすぎてね。あ、待ってめっちゃ花火の粉かかってんだけど、まあいっか、死なないよね食べてもめっちゃ花火の粉かかってるけど、まあ大丈夫、鉄分だ、鉄分、24歳鉄分、ちょっとほら栄養つけていかないとさ鉄分だね。よし、じゃあいただきます。これさ絶対難しいって、これこのまま食べるの。あのさ、顎がさ顎がさ、この高さがないからさ、顎が無理ですね顎がちょっとお皿があると無理かな。手で持ってみる。え、これ倒したらどうしよう。これなら食べれるんじゃない？いただきます。24歳おめでとう。あ、いちごくんが邪魔してくる。じゃあ、ガタ、君を先に食べるよ。同じ顔してみた。じゃあまず君からいただくね。ひげ生えてる。いただきます。おろしてくれてありがとう。うん。食ってやったぜ。食ってやったぜ。うん、めっちゃ美味しい。いちごくん。いただきます。めっちゃ美味しい。待って待って、めっちゃ美味しい。もういいんじゃないもういいんじゃない。あ、鼻につけてほしいの。24歳はお行儀よく食べるんだから24歳はお行儀よく食べるんだから鼻になんてつきません
うん、ありがとうございます。ちょっと多分さっきからめちゃ見逃しちゃってんだよ、すいません、ありがとうね。しょうがないな、やってかないわこれは。うん、これはね、鼻にはつきません。もうちゃんと食べさしてちゃんと食べさしてよ、美味しいケーキだからさ。こんなさ、ちっちゃいのにさ、いちごめっちゃ入ってんの、これすごい。いただきます。めっちゃ美味しい、素晴らしい。やっぱ深夜に食べるケーキしか勝たんよな。めっちゃ美味しい。みんなはケーキ食べますか？推しの誕生日にケーキって食べるもの？鼻にはつかないんだけどさ、相変わらずなんで上手に食べられないんだろうね。フライングでいただきました。え、食べてたの？嬉しい。推しの誕生日にケーキといったら数がやばい。そんなにいるのか、推しが。確かにいっぱいいる人は大変だね。毎日ケーキだね。今食べてる？嬉しい、お揃い。わ、先恋のチーズケーキ最高じゃん。いいな。いや、コンビニのケーキも侮れないよね。本当に美味しいよね。花火あげて、本当に？本当に？やばい、もう食べ終わっちゃう。あんはなしですか？いちごのないところならいいよ。いちごはあげないです。24歳はケチなんですか？そんなことないですよ。寛大な心を持つから24歳は。大人ですから。いい大人なのでね。はい。でも、いや、なんか私、もう結構お腹いっぱいになった。え、可愛いこと言っちゃう。こんなちっちゃいケーキでお腹いっぱいになったとか言っちゃった。ちょっとやっぱ胃が、もう、おばあちゃん胃がちょっとおばあちゃんかも。胃がちょっともうおばあちゃんかも。もうちょっと胃もたれしてきた。激飯や。ね、めっちゃ美味しい。
やだよ、胃がおばあちゃんになるなんて。うん、そうだ、生誕祭の申し込み、え、みんな忘れないうちにして来てくださいね。いちごミルクにいちごのショ、そうだよ、超アイドルなんですから、私24歳もめっちゃアイドルなんで。うん、もう申し込んだ、ありがとうございます。ツインテールだし、ほんとだ、ツインテールでいちごミルク飲んでいちごケーキ食べてる。かわいい、かわいい、わ、私ったらよくないよね、本当に。上手にクリームだけ残してしまったよ。しょうがないな。わかる、なんで、わかる、なんかクリームだけ残っちゃった。私ちっちゃい頃生クリームあんま得意じゃなくて、小学生の時のお誕生日ケーキザハートルテだった。生クリームのケーキが嫌だったからザハートルテだった、小学生で誕生日ケーキ。すごく弾力のあるクリームだ。あ、ほら見て、つかない、全然、ほら全然、やっぱ私24歳の私は鼻にクリームなんてつけないんだわ。ついちゃったついちゃった。びっくりした何これ、すごい、ありがとうございます。こんな鼻にクリームつけた顔守ってくれるんですか、ありがとうございます。すごい、鼻にクリームつけただけでみんなこんなに喜んでくれるんだったら毎日つけちゃうぞ。あ、ほぼやっぱちょっと鼻にクリームは向いてないですね。はい、普段はちょっとこうわざとつけてるわけじゃないんで、わざとつけるのは慣れないですね。キャッチしました。ちょっとじゃあケーキも無事に食べ終わったし、ちょっと12時半になったし、おしゃべり会もねあるのでね、そろそろ終わりにしますかね。そうだよ、普段はあのわざとつけてるわけじゃなくて気づいたら鼻についちゃうから、やっぱちょっとわざと今日はピッてつけてみたらやっぱポロって落ちちゃった。ポロって落ちちゃいました。よし、じゃあそろそろ終わりにしようかな。4時起き、ねえごめんね、早起きさせて、ごめんね、早く、もう今すぐに寝て私が寝かせてないんだったね、本当にごめんね、夜遅くまでみんなありがとうございます。じゃあランキング、え、そう、さっきからこうタワーを立ててくださってる方とか多分いっぱいいらっしゃるんだけど、ちょっと私が追い切れてなくてですね、すいません。もうでもこの中に残ってないんだよな、すいません、これ倒したら誰がとか出てこないよね、出てこないよね。
か誰かスクショとか残してない他力本がすいません。お気持ちありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。じゃあこの時間はちょっとそろそろ終わりにしておしゃべり会の準備をしたいと思います。今からするわけじゃない、今からとりあえずお風呂に入りますでも明日の準備はねもう終わってるんですよ。そう、さっきこの時間の間にはいやりました、準備をちゃんと。だからもうあとは今すぐ寝る準備をする。そして朝から皆さんに会えるの楽しみにしてます。ではランキングを読みますね。びっくりしてお風呂配信なんてするわけないでしょびっくりしちゃった、時止まったわ。また明日ねって言えるの分かる、めっちゃ嬉しいね。嬉しい、ありがとうございます。じゃあランキングを読みますあ、これあれだな、どうしよっかな、一人一人ちょっと喋っちゃおうか迷っちゃうかもしんないあーでもどうしよっかな、喋っちゃおうかにゃん、見バレしちゃうけど見バレしちゃうけどいい、喋っちゃおうかにゃんじゃあ喋っちゃおうかにゃん。じゃあ13位のサバサンドさんからいきたいと思います。サバサンドさんいつも本当にありがとうね、今日も公園来てくれてありがとう、遠くからでもいつもメールの返信もいっぱい送ってくれたりありがとうございます。24歳もよろしくお願いします。続いて12位、とちおの製造さんありがとうございます。製造さんもみゆのことをいっぱい応援してくれてありがとう。もうおしゃべり会でね会えるのがいつもとっても嬉しいです。この前もオンラインデビューしてくれてありがとう。24歳もよろしくね。そして11位、けいさん、けいさんやいこさんありがとうございます。本当にここ最近で、ね、本当に特に23歳の1年でぐっと距離が縮まったと思ってるので本当にありがとう。24歳もいっぱいいっぱい押してください、ありがとうございます。続いて10位、寺谷さんいつも本当にありがとう。もう本当にきっと24歳もいっぱいいっぱいお世話になっちゃうと思うんですけど引き続きよろしくお願いします。いつもおしゃべり会で NGT の未来について喋るのがとっても楽しいので今日も楽しもうね、ありがとうございます。続いて9位、川崎ゆきさん、ゆきありがとう、いつもいつもみゆへの愛を爆発してくれてありがとう。ちょっとねチャットの内容だからまあ内容は C なんですけど、これからもいっぱいみゆに愛を届けてください、ありがとうあ、変わっちゃった、変わっちゃった、でも大丈夫かな、変わっちゃった。続いて8位、のさらさんありがとう。のさらさんいつもありがとうございます。もう本当にいつものさらさんが優しい顔でねみゆのことを見てくれるのが本当に大好きで、いつもありがとうございます。よかった、また劇場にも来られるようになって24歳のみゆもいっぱい会いに来てください、ありがとう。続いて7位、としさんありがとうございます。としさんも本当に一緒にお祝いするのね何回目だろうっていうぐらい本当に毎年ありがとうございます、嬉しい、今日も公演ありがとうね。もうこれからもずっとずっとそばにいてください、24歳もお願いします、ありがとうございます。続いて6位、キャンくんありがとう。お隣でもしかして見てますかありがとうね、本当に嬉しい。もうあの報告を聞いた時は私は本当に自分のことのようにとっても嬉しかったんです、ありがとう。これからも末永くお幸せに、そしてみゆのことも2人で推してくれたら嬉しいです、24歳もよろしくこれ星、星もいつもありがとう。星もみーちゃんのためなら何でもっていつも言ってくれるのが本当にいつも
嬉しいです、さすがホッシーだねっていつも言うもんね本当にもうホッシーのおかげでおしゃべり会の連もいつももう助かってました、ありがとうございます。24歳もいっぱいお世話になっちゃうけどよろしくねよいヒーローさん、ヒーローさんありがとう。そうヒーローさんとこたまに会えるのが本当にいつも嬉しくて、劇場でもねすぐ見つけちゃうから本当にありがとう。いつもねおしゃべり会もお仕事の合間に朝から来てくれたりして本当にありがとう。忙しい中いっぱいに来てくれて、これからも待ってます、ありがとう。24歳もよろしく続いて3位タカさん、まあ、タカさんこそもう何回目のお誕生日でしょうかっていうぐらいね、いつも一緒にお祝いしてくれて本当にありがとうございます。遠くからねいつも応援してくれてるから、こうなんだろうな、あのもっと近くで応援できたらって思うこともいっぱいあると思うんですけど、もう本当にもうそばにいてくれるだけでいつも嬉しいので、これからもねもう応援できる範囲でこれからも応援してくれたら嬉しいです、いつもありがとう。続いてヤマリさん、ヤマリさんありがとうございます。本当にヤマリさんいつもNGT みんなのこと大好きで言ってくれて本当にありがとうございます。もうこれからもねまだまだもう年だからとかって言わずにね、もうずっとずっと NGT にいっぱいいっぱい、そしてみゆに特にいっぱい会いに来てください。これからもよろしくね、ありがとう。劇場でも待ってるね。続いてヨッシー、ありがとう。1位ありがとうございます。もうヨッシーはあの去年も言ってくれてたんだけど、こんなか推しててアイドル推しててこんなに楽しかった1年はないって言ってくれるぐらい、本当に去年もその言葉が嬉しかったんだけど、24歳もそう言ってくれてとっても嬉しかったです。これからも楽しい1年を更新していきましょう。24歳もよろしくね、ありがとう。はい、というわけでちょっと壇上の皆さんにおしゃべりさせていただいたんですけど、もちろん壇上の方だけじゃなくて、もう今この配信を見てくださってる方もそうですし、本当にいつも私のことを応援してくださってる皆さん本当に本当にありがとうございます。もう改めてね、もうこのお一人お一人への感謝の気持ちは今日のおしゃべり会だったり今後のおしゃべり会でいっぱい皆さんにお伝えできたらと思ってますので、これからも24歳のみゆにいっぱい会いに来てくださいお待ちしてます。ではまあ、日付変わりましたけど、今日のおしゃべり会来てくださる皆さんも本当に楽しみにしてます。会えるの、はい、気をつけて来てください。ちょっと寒いと思うので暖かくして、はい、私が言うのもなんですが本当に体調気をつけてではみんな寝てね、みんな早く寝てね。てか夜遅くまで本当にすいません、ありがとうございました。明日はおしゃべり会が1日あって、おしゃべり会終わってから、まあ、ちょっと何時になるか分かんないんですけど配信もやろうと思ってますので、はい、また明日も夜まで、明日というか今日夜までよろしくお願いします。楽しみましょう。ありがとうございました、本当にありがとう。夜遅くまでおやすみ、バイバーイ。